こんにちは、ゆうです。やってきました。パズドラのお時間です。動画またお久しぶりになっちゃいましたね。はい。2024年バージョンは、はい、やってきました。パズドラのお時間ですので、はい。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい。昨日ね、ノルディスドラゴン、はい。ね、作るのをお付き合いください。ありがとうございました。お付き合い、ね、いろいろ協力していただいて、というか、僕一人じゃ無理やったね。はい。メイン、芝居の丸、神丸ですか。はい。昔のメインアカウント。はい。共にね、3体ずつ確保できました。あれからね、ちょっと別件のね、ちょっと用事があって、はい。3体しか作れなかったんですけど、本当ありがとうございました。それではね、このアカウント、無課金サブアカ芝居の丸、言ったか。はい。まだね、ちょっと残してるものがございまして、1月の宿題ですね。1月15日。はい。ちょうど15や。クエスト15まだやってなかったんで、せっかくね、鬼滅って、はい、鬼滅の刃で、はい、ちょっと、全然動画出しなかったね、その時から、はい。まあね、煉獄さん使って、もうこれ出てます、縁柱さん。レベル15クリアしていきたいと思います。それでは、パーティーご紹介します。はい、こちらですね。あ、ちょっと待って、目かゆ。はい。煉獄さん&炭治郎、炭治郎、炭三郎ですね。はい。ちょっと何言っていいかわかんないですけど、はい。ちょっと、うわ、久しぶりなんで、はい。では、リーダーの煉獄さんに、中学生悪魔キラスキーチューン、ファツリラチューンに対して、芝ドラじゃない、芝の武器ですね。はい、超伝説芝。リーダースキーが火を6個以上と投げていくと、ダメージを 77% 軽減、攻撃力が30倍、3コンボ加算、固定1ダメージとなっております。で、6個以上と投げていくと 77% 軽減なんで、ですので、芝の武器がスキブを2つ補えて、列強もなおかつ補えて、6個以上からリーダースキー出るんですけど、ちょっと列もね、火力出したい時もあるんで、はい。で、HP も補えるということで、はい、芝の武器つけております。で、こちらは軽減ループ枠兼、独体性枠の強理ですね。強理に、聴覚性スキルプラス、スキルチェーン4つ、で、HP 強化2つ。で、こちらが、上が溜まっても、大丈夫なように、まあ、溜まらないようにしてるんですけど、はい、インドラ武器つけております。で、こちらは小鉄くんですね。小鉄くんに聴覚性、十字プラス。で、悪魔キラーにアシスト無効潜在ですね。これ多分遅延の方がいいんですけどね、使えるの忘れてました。はい。で、あと、アシストがまとめて相手してあげるよ。FF コラボの、山本プロデューサーガチャで、パワーアップしたキャラですね。はい。で、こちらが、究極炭治郎ですね。日の神神楽の使い手、かまど炭治郎です。はい。超覚醒が無効貫通プラスに、上限解放、体力キラー。で、あと、情熱のルビーです。はい。カラット&カメオ&シルクやったっけ？順番忘れたんですけど、はい。そのキャラの武器ですね。で、こちらが、サブの炭治郎に、スキルチェーン4つ、悪魔キラー2つ、で、ブレイズブースト。これは、炎輪武器です。で、こちらも、全く同じですね。あ、体力キラーと悪魔キラーが一つ違うんか。はい。じゃあ、バッチは HP プラスです。べっち言うてもうた。はい、それでは、1月クエスト。ね。ちょうど15日なんで、15ね。絶好の機会ですね。絶好の日和。ちょっと曇ってますけどね。はい。それでは、最高最高言う前にさ。毎回思うんやけど、お茶飲んでから言うたらええのにね、ちゃんとオープニングと言って切ってるんやから。よし。これは裏側なんで、ちょっと今のなし。で、まとめた相手下切りをもう使っといて。で、これで威嚇してあげますと。かぶり舞使ってあげて、適当にね、消してあげて。はい。で、まずは炭治郎を貯めると。取ってるよね。よかった。はい。あ、なんか決まったで。ちょっと待って、炭治郎、ちょっと待って。やった。こっちの見えた隙の糸ですわ。光呼ぼうか。光呼ぼうかってちゃんと言ったら今火消えへんかったはずや。まあ何か。こういう時のためにね、列を搭載しておくことで、はい。別にまあ、残ってもええんやけど、ホノリンとか、はい。炭治郎溜まってんよね。はい。はい、全集中。逃がさないです。はい。で、こうね、列強あること、あれやな、炭治郎くん、声大きないあれやね、でも必殺技言うってなったら、あれやもんね。ジャンプ漫画のね、ちょっと技名は言わないといけないし、はい。そこは少年誌ということで、はい。炭治郎くんの声が大きい分にはね、はい。プロデュースしてください、はい。キングエメラルド、はい、大丈夫。ちょっと待って。ここで倒すんだ。あれよね。2個しかなかったから、7個しかないよね。じゃあ次に向けて置いとこうか。
全然耐えれるんですよね、これ。はいはい。で、ちょっともう、街にもせんとっか。で、ガードブレも、あれか、防御力ダウン入ってるんで、おそらくいけるだろうと。いけませんね。ギャギャ。あぶねえ。ここで倒すんだ。よし。ここじゃ逆に列にしておきましょうか。んで、回復はね、別に4消しの方はいらっしゃらないんで、はい。誰や、誰や。6個消しにしとこう言うた。そこ回復振ってきても、ええんやでって言ったらナイスやん。よし。OK。キングエメラルドの輝き。んー、ギャウギャウ。よし、OK。ちょっと距離忘れそうなんで、ちょっと貼っとくかな。あ、これ回復ないんか。でも多分次先生なかった気がするんですよね。はい。メインとかね、もう仮面丸はね、もう、とうにクリアしてるんですよ。ちょっと忘れちゃって、僕も、柴犬丸。柴犬丸を忘れちゃったんじゃなくて、クエスト15がどんなもんかをちょっと忘れちゃったんですよね。はいはい。はい。よーし、オッケー。んで、次がどなたやったっけ ?4 フロアでしょ?ダークネスプレイ。パワークロ。この方多分先生なかったと思うんで、はい。ここで倒すんだ。はいはい。そう、今日ちょっとね、ショートはね、ちょっと編集できてるかわかんないですけど、ちょっとやっと落ち着くかなっていうところですね。いや、落ち着いてはいないんですよね。ああ、そういうスケジュール管理がね、僕下手くそなんですよ。はい。基本、はい。で、はいはい、来たと。混沌流星群。流星の絆ですね。はい。よーし。で、ここで、とりあえず、小鉄くんを使います。よし。で、回復もいっぱいあるんで、こっからね、ちょっとね、芝使いましょうか。芝の軽減の方がいいんで、アシスト上がされるんで、多分ね、そのジャスティスが来ちゃったら、できなかったんですけど、ジャスティスといえばあれですね。またね、もう思い出していらんこと。あれですわ。鬼滅の刃じゃなくて、ガンダムシードフリーダムめちゃくちゃ楽しみなんですよ、僕。もう同世代の方だったらね、お分かりになってくださると思うんですけど、ここで、銀の竜、かぶり舞いして、気合入れすぎてちょっとお尻飛んだ僕口から。はいはい、よし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 、よし。これでちょっと回復分割全然できてへんけどね。とりあえずアシスト向こうもできたと。けけけ、はい、はいはい、これでいけるでしょ。 OK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 。で、成り代わりも大丈夫と。バーン、オッケー、大丈夫。ここで倒すんだ。ここあれですね、ちょっと若干、マイナス弱体化が入ってくるんですけど、まあ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 。この子らに、ちょっと手こずったところで、なんで、はい、大丈夫だと思います。あくまでも個人の感想です。喉乾いたの、わけわからんこと言ってた。お、ルーンなんて、見ていんかった。今ここで倒すんだ。でも炭治郎くんは今ここで倒すんだ言ってるから、倒さんとね、はい。待って、これ回復あれやなぁ。弱体化目覚めにちょっと弱いっすね。あ、待って、あ、やってもうた。大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな。光ドロップが、あ、でも2コンボ入ったし、いけるかな。全然いけるやないか。じゃあ、はじめは誰やったっけ?あなたの勝ちを見せて。はい。一輪の竜、かぶり舞い。はい。今ここで倒すんだ。って言ってます。はい、炭治郎くんは。ノアちゃんが硬いんよね、ほんまに。かてノアちゃんって言ってるけど。はい、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 はい。あれやね、ちょっと回復の、ちょっとマイナスとかの使用の仕方下手くそだったね、今。
よしよしよし。んで、ここで、強力ちょっと使っといて、もう1個しかないんで、レッツなんで、ルーレットがね、そんなに苦じゃないんですよね、煉獄さんがいるんで、僕、ほんまに。自分で作る、しかもなおかつ指伸ばしてくれるルーレット、僕はそれしか認めないんで、はい、ルーレットとは認めないんで、それ以外で負けても、ルーレットで負けたとはカウントしません、僕は。何言ってるかわからんんですけど、はい。はいはい。はい。で、ここが火になってから作った方がいいかな。どうなんやろ。まあ、ええか。とりあえず、はい。これで、はいはいはい。あ、別に炭治郎使う分にはただやったからよかったのに。よし。OK。で、ここ火多いかな。今ここで倒すんだ。そうそうそう。今ここで倒すんだのタイミングじゃなくて、煉獄を使うタイミングでした。はい。煉獄を使うタイミングでした。タイミング。あ、もう言えへんからやめとこう。はい。これでいいよね。これでもう。よし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 。はい。あ、炭治郎、そうそう。小鉄くんにね、ブレイズブルースをつけてる理由は、あれっすね。炭治郎が攻撃タイプとかに倍率かかるんで、攻撃タイプを付与してる感じですね。で、今ここで倒すんだったっけ、なんだっけ。絶対、ボキンスからやった。はい、ごめんなさい。今ここで倒すんだ。いいっすよね。これパズドラもさ、この、エフェクトがね、ことによってその実況映えしてくるっていうね、はい、めちゃめちゃ嬉しいですわ僕。あ、ちょまだ斜め入れてる最中。危な。今まあ編集がカットできるんですけど、ゲップ出そうになりました。危な。今ここで倒すんだ。今ここで倒すんだ。よし、よし、はいはい。はいはい、そう、僕ね、この、柴犬丸がね、最近ね、柴犬丸ちゃうわ。柴犬丸で、ペン使ったじゃないですか。絶妙にフィルムと合わなくて、逆にキュッキュキュッキュなっちゃうんですよね。でも、嫌が王でも、そのペンで、あ、これ言ったかな、前回の動画で。はい、で、暗闇は大丈夫と。はい。前回の動画でお伝えしたか。あ、単純、被ってる。よしよしよし。はい。で、毒耐性はね、積んでるか。ごめんなさい。嘘つきました、今。はい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 。よし。はい。えい。オッケー。今更ながら取ってるよね、これ。よしよし。ここはね、もう若干もう防護、なんとか言ってますけども、はい。マジでカチカチなんで。今ここで倒せへんの、炭治郎。ごめん。ほんまに。炭治郎がね、これ虫キラーやって、虫キラーちゃうわ。虫タイプなんかいい。虫タイプなんかいい。何やったっけ。ドラゴンタイプか。ドラゴンタイプキラーつけれたら、炭治郎でも倒せるかもしれんけど、ちょっとね、無理なんよね、現実的に、炭治郎が。ここで倒せ、こう言うても、うん。意気込みだけね。お互い絶対勝つ気でいこう。そこは炭治郎と僕もね、戦う顔してるんで、はい。大丈夫だと思います。よーし、こっから本番よ、炭治郎。合ってる？今ここで倒すんだ。で、強力も使いまして、はい。はいはいはい。はいはい、はいはい、はい。よし。はい、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 はい。オッケー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 。はい、オッケー。で、煉獄さんも溜まったし、なんなら、日の神神楽の方も炭治郎も溜まってるんで大丈夫と。氷結。氷昇か。よーし。今ここで倒すんだ。じゃあ、煉獄さん行きましょうか。もう、きれい。
6。あれやったっけ、ここ確かあれでしたっけ、あ、ごめんなさい、ちょっと通知が鳴っちゃった。で、火も落としになって、はい。はい。いやー、ちょっとギリ持ってけへんかったか。ちょっとそれきついなー。今ここで倒すんだ。倒せんのよ。超根性、あれやな、ちょっとあれやな。コンボ、ひよったな、今。マイキーくんに怒られるわ。あ、いやいやいや、すごい通知来たで、今。よし、オッケー。まあ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 、回復さえあればね、どうとでもなるんで。はい、オッケー。冷たい世界ですわ。ほんまに冷たい世界。そんなね、火属性しかいいひんのに。いや。今ここで倒すんだ。情熱のルビー、溜まってもええんかな？どうなんでしょうね、これ。んで？火が、とりあえず6個は消さなあかんので、火ドロップはないと。あ、ちょっと待って。5個もないし、なんなら回復だけしとこうか。はい。よし。これまだあれでしょ？超根性まで行っちゃうんでしょ？それは理不尽やわ、リーチさん。リーチさんに物申すわ、ほんま。それ最初からしてよ。それ最初からしてくれたらよかったのに。どうしようかな、これ。炭治郎の陣。今ここで倒すんだ。ですよね。6個だとあかんか。ちょっとあれです。銀の竜。かぶり舞いしちゃいます。ちょっと炭治郎、せいぜいたくそすぎへんか。ちょっとアンバランスすぎへんか、その。数よ。数がアンバランスすぎひんか？よし。はい、オッケー。はい。はい、ちょっと待って。これ何個ある？ヒドロップ。今ここで倒すんだ。あ、火やった。あ、ここ、1、2、3、4、5、6、7、8、え？ 1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9。この泥鏡が火やんね。この泥鏡が火で、ここが、ここで、泥鏡が火とかにしてくれたらいいのに、いつも。そんなんできるんやったら。よし。さすがにこれでいったでしょ。オッケー。また、郷里さえ忘れずにね。解き放たれたりする。ごめん。滑舌が仕上がってないんですよ、僕。全然、もう最近。あ、そうだ、暗闇目覚めすんの焦った。倒すんだ。暗闇目覚めちゃう。暗闇目覚めとか言うじゃなくて。どうしようかな、これ。列しかないもんね。暗闇解除してればよかった。ここで、できるだけコンボ組んで、待って、はい。いや、いけたかな、これ、大丈夫かな。ですよね。え、足りんの？あ、そうなんや。いや、ちょっと今負けた思った。よかった。で、もう怒ってないから、さっきよりダメージも痛くないっていうことですよね。激おこじゃないですよね。ナインガルダさん。ナインガルダさん激おこじゃないんで、はい。なんか、ギー振ってこうへんよね。ギーじゃない、ヒー。あれなんか倒してたんやけど。全然さっきとダメージの入り方が違うよ。いや、完全に十字、小学生十字にしちゃ意味なかったっすね。よーし。今ここで倒すんだ。もう暗闇目覚め終わっちゃったしね、なんか、なんなら。あ、全部火見えてるんや。なら。よし。で、
こして、はい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 、で全部落ちてくると OK で、回復はないと、回復ないとはずるいよね。あ、でもダメージはしてこへん。あ、それなら全然いい、それなら全然いい。ここで倒すんでするから、ちょっと日輪の竜かぶり舞はね、ちょっと置いとくと、かぶり舞ってあれなんかあのお米みたいになってますけど、はい、あのかぶり舞なんで、危ない危ない、そんなしょうもないこと言ってんと。パズルに全集中よ、パズドラに全集中ってありましたね、あの鬼滅の刃コラボの期間。よし、ちょ、また回復ないんやけど、なんかもうちょっとおかしない？エナジー、あ、よくわかってらっしゃるガイアさん、ガイアさんは、あ、これガイア確定やったっけ、確定演出だったっけ。よし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、回復呼ぼう。あ、ちょっとこれ貯めてもうたな、ちょ、まとめて相手してあげるよ、相手してあげるよ、使っとくか。で、これ、あ、そう、回復作るんやったら、これでちょっと、炭治郎置いとこうか。ちょっと待って。なんか、正方形の、正方形の原理間違ったね、今。長方形になったね、今。オッケー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 。はいはいはい。よしよしよし。スターリンチャイ。もう決まった。あ、ごめんなさい。ちょっとこれは、あの、身内ネタです。ガンダムネタです。で、これ、炭治郎両方解放しちゃって、はいはい。あのね、僕大好きな歌があって、これ、列にしようぜ、ここ、こそ。ちょ、待って。ちょ、待って。あー、ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、ミスった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 。大丈夫かな、これ。危ねえ、完全にミスった今。ガンダムユニコーンの、エメさんの歌思い出してる場合じゃなかった今、ほんまに。よしよしよし。んで、ここは、炭治郎くんお休みしようか。んで、もう六個消し、ここどうせダメージ通らんから。なんか指キュッキュ言い出してんけど、今になってから。で、回復は倍率かかってないんで気をつけて。よし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 。オッケー。よーしよしよし。オッケーオッケー。回復はあるから、回復はあるけど、どうなんやろうね、これ。とりあえずこれ使っとくか。かぶり舞いしとこうか。ちゃんと回復した方が良さそう。炭治郎置いときましてやな。んー、これをしたかったんや。この、熱プラス無効貫通したんやけどさ、この、ね ?76 下手くそなんですよ、僕が。76が絶妙に下手くそなんで、はい。次、回復残るよね。よし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 。オッケー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 。んで、これ多分ね、残るんすよね、全然。あ、じゃあ、無効貫通がないから。よし、炭治郎で、一旦ちょっと回復力上げといて、ロックもね、解除しておきたいということで、はい。よーし、よしよし。ここで、あ、はいはい。4ゲシとか誰もいない、ラッタもいらっしゃらないんで。どこって、ストップストップ。よしよしよし。ちょっとこれ試しにね、回復。これ多分、よし。回復持った間違えたな。はい。はい。これで多分いけるんちゃうかな。おし、オッケーオッケーオッケー。んで、炭治郎を2枚解放できるんで、指は、やべえ。
指やべ。で、今ここで倒すんだ。ちょ、なんかうまい具合に無効貫通になってくれへんかな。今ここで倒すんだ。無理か。むずいやんけ。ちょっと待って。俺が直すから。ここだけペンでいこう。何秒？ 2.75。2.75 か。ちょっと待ってね。待ってね、待ってね、待ってね、待ってね。ちょ、お茶飲もう、お茶飲もう。煉獄さん、使わんでもいけたな、今。はい、はい。これで多分いったんちゃうかな？うぃクリアできましたね。よっしゃ、1月15日にレベル15クエストクリアして、宿題終わりですわ。はい、それでは一周受け取りましょうか。はい、魔法石15個と、はい、黒メダルいただきました。お疲れ生です。こんな感じでね、クエスト、クリア終わりましたね。はい。ちょっとあの、魔法石実はね、昨日ね、動画視聴ガチャ回そうと思ったんですけど、ショート動画作ってる時間がなくて、なんとなんと、お正月ガチャ引いてしまいました。大好き金卵ばっかり出ちゃったんですけど。とりあえずね、23個になったということで、ハンターハンターはあと3回引けると。で、明日のログインスタンプは今日はどこなんか忘れたんですけど、はい。それでは、今回この辺でお開きにしたいと思います。リクエストの皆さん、ありがとうございました。こんな感じで、鬼滅の刃コラボと、プラス距離ぐらいがいればね、なんとか無課金でもやっていけるんで、まだやってらっしゃらない方は、ぜひぜひぜひ、炭治をね、了解法とかしてあげたら全然もう倒せるんで、余裕で。はい。それでは、はい。本当に、お開き。何回言うねんですね。はい。本日のお相手は私、ゆうでございました。それではね、もしよかったら動画の感想や、概要欄にある X や TikTok もフォローしてくださると嬉しいです。それではね、バイバイ。